質問はですね、速聴の素晴らしさについてということで、まず速聴というですね、言葉の意味から、説明をしないといけませんね。速聴というのは、普通にこうね、カセットテープを聞くとこう音が流れてきますよね。こう一倍速っていうんですけど、こういうふうに今話をしてます、ね、これを早く聞く、早く聞くっていうのは1倍速を2倍速にする、ね、2倍速にすると2倍速にするとってこういう感じでね、こういうふうに早く言葉が流れるわけです、ね、で3倍速にすると3倍速ずっとっていう感じでねこういうふうに早くなる。で4倍速になると4倍速っていう感じでねもうほとんど聞こえない。こういうふうに同じ言葉を2倍にして聞く、3倍にして聞くというのが、これがですね、速聴と言われるものです。で、速聴をするとですね、非常に物事の判断スピードが速くなります。ね、物事の判断をするスピードが速くなります。だから、頭の回転が良くなっていくんですね。こうです。で、私はですね、なぜこの速聴というものを始めようと思ったのかと言いますとですね、出会いはですね、このある本、驚くほど頭の回転が速くなるという本をですね、まあ、立ち読みしたんですね。どこで？九州で。こう立ち読みしたと。で、それで読んだ時に私はね、感動したんですね。なぜ感動したのかというと、この速聴をした人に共通して得られるある力がある。私はそれに感動した。それはどんな力かというとですね、速聴の私は一番素晴らしいなと思った力は、相手の心が相手の心が分かるようになる。ね、これが共通して得られる力なんですね。これはね、私は布教師を目指してました。ですから、すごいと思ったんですね。例えばね、なんていうんですかね、営業に回った。その営業に回ってね、お客さんの心が分かったらね、どれだけいいだろうかと思いません？ねえ、もうお客さんが今どういう気持ちでおられるのか。私はね、その気持ちが分からずにね、仏法の話をするときもわーってね、相手はね、疲れてるってね、こういう感じだったのお構いなし、わーってこう話をしてます、ね、で私は仏法伝えてるからいいんだっていう感じでねやってたんですけど、ところがね、みんなからね、やっぱり休憩は取ろうよとかね、ほんならね、2時間もねノンストップで話をするバカがあるかとかね、こういうふうに言われました。確かに聞き終わった人はみんな疲れてるわけですよ。そしてね、どんな話をしたかっていうこともね、覚えてないと。それでやっぱりこれはいけないとね、まあ私もあの典型的な KY と言われる人の一人に入ってましたのでKY って分かりますかね。私は最初ね、この KY って一体何だろうとKY とこういうふうに言われる KY って何だろうと、 KY、 私の名前は義弘、 K は清盛かなとでも清盛義行だったらね、これ YK になるはずだと
ということで、いや、吉弘かなとかね、何がこの K って何だろうと、Y って何だろうとこう思いました。 KYKY、ね、この KY っていうのは空気が読めないっていうことでね。わかりましたね、まあ、こういう人間だったんですよ。でも空気の読めない人の典型だったんですね。なんで空気が読めないのかって言ったらね、要は自分の世界に入っちゃうからです。もう自分の世界にこう入ってね、没頭してしまうために相手の表情が見えない、相手の心が見えない、ね、それでね、自分の考え自分の思いばかり押し通しているわけ。見てるようで見えてないと。で、頭の回転が速くなるというのは一体どういうことかというと、同時に同じいろんなことができるようになってくるってことです、ね。私はですね、ところてん式な、ね、頭しかなかった。例えば A のことをやって次に B に移るとね、 A のことがすっかり忘れ去られて B に移ると。こんなことないですか、ね、B のことから今度 C に移るとね、B のことがすっかり抜けていると。こういうことってないですか。で、 C のことから D に移るとね、結局この C のことまで抜けてしまうと。もうこの典型的がね、人の話を聞くっていうね、人の話を聞いてって聞くんですけどね、聞いて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 最後に記憶に残ってるのは最後言った言葉だけとかね。こういうのないですか。ないですか。私はあったんですけどね、よく講演会とか聞きに行ってですね、それでその話を一生懸命ね記憶しようと思って聞くんですよ。で、ってこう聞くんですけど、で、後から聴聞録ってね、聴聞録を書こうとするとね、出てくるのは最後の一言だけだ。あとすっぽり抜けてると。こういうことってありません。こいつはなんですけどね、私はなんでこの最後しかね覚えてないんだろうと思いましたもん。で、こういうことがやっぱりね、そのいろんなところで現れるんですね。例えば自分のことをやろうとしたときに他の人がどう思うかっていうことが考えられない。それで自分では良かれと思ってやってるんだけど、良かれと思って体を動かすと他の人にね迷惑がかかってると、こういうことがいっぱいあったんです。で、まあ、典型的な KY タイプで、これはねやっぱり変えないといけない。相手の心が分かるっていうのは要は自分の世界に入らないってことなんですね。ね、これはどうやったらね身につくかというと、これは一つのことしかできない、これ頭のタイプなんですね。これを左脳型と言います。で、左脳型の人は一つのことしかできない。で、次の仕事に移ると前のことがすっかり忘れ去られてしまう。一つのことを集中すると周りの音がね、聞こえなくなってくる。こういう状態で一生懸命ねこの営業に回ったらどうなるか。もう商談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 と、ね、お客様がこうね時をちらちら見てるのに商談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 ってね嫌われると。こういうことですね。で、理想的なのはですね、 A のことをやりながら、ね、B のことも始めていくってことです、ね、で、次に C のことをやっていくと、こう同時並行して物事を進めていく力、これが右脳型なんです。だから自分がやりたいと思っていることを進めながら相手の顔色を見るっていうのは、これは右脳型じゃないとできないわけ。
ところが私は左脳型ですわ、思いっきり。KY と、空気が読めない人間と。こういうふうに言われましてね。相手の心も全然わかんないと。そんなこと考えなくてもね、もう一生懸命頑張ればいいんだっていうね。まあ、なんて言うんですか、1にも努力、2にも努力と。ゴリ押しタイプっていうね。こういう感じだったの。で、これではね、やっぱり相手に仏法を伝えるという仕事をする上で良くないんですね。こう一生懸命仏法の話をしてる、それはね、情熱上がる、情熱上がるけど相手に届いていなかったら意味がないね。でも仏法は相手に教えが届いてこそ意味がある、ね、それがね、見えないっていうのはね、これ致命的なんです。営業でもそうでしょ。そうですね、はい、一生懸命頑張ってる、それはね、いい。だけど一生懸命頑張っていて相手に迷惑をかけていたら何の意味もないですね。だから相手の心が分かるようにならないといけない。ところが相手の心が分かるようにね、一生懸命頑張って左脳型で頑張るとね、相手の心に気を配ろうとするとね、そこにじーっと相手の顔をじーっと見るようになる。これが左脳型で、今からねやろうとしていることもすっかり抜けていくと、ね、商談の話もすっかり忘れて相手のことに夢中になって終わってしまうと、どうもうまくいかない。今のねやり方、つまり脳の形ね、型でどんなに頑張っても、その左脳型から抜け出すことはできないね。そして商談をうまくする人は右脳型なんです。右脳型の人はね、もううまくいくんですよ。要はうまくいくようにできてんです。それでね、左脳型の人が右脳型の人にね、どうやったらこんなにうまくできるんですかって言ったら、自然にやるだけだよって。自然にやったら全然ダメなんですよ。もう自然にやっても全然ダメだって感じでね。でもうね、スマートにやる人はね、どんどんスマートにね成績を上げていく。頑張って頑張って努力してるはずなのにね、少なくともスマートにやってる人よりはね10倍努力してるのに結果は半分ぐらいとかね。このどうしてもね乗り越えられない壁があるんですよ。でこれは努力では乗り越えることができない。ところがね、これを乗り越える方法があったんですよ。それが速聴。これはね、画期的ですわね。左脳型からですね、右脳型へとガラッと変えることができる。これが速聴の力ですね。こういうことです。あんまり因果関係がなさそうに思えるんですけど、速聴と、はい、その右脳型になるっていうのは。そうですね。これはまず速聴をするっていうことはですね、の頭の回転がこれ速くなるね、速くなる。で速くなるとその頭自体がすごい活性化するわけですね。活性化する。で活性化すると、なんていうんですかね、まあ実はこの3倍速までは左脳型で聞いてるわけ。だから4倍速以上は言葉のスピードが速いためにその左脳型では追いつかないわけ。だから4倍速になった時にその頭のチェンジがあるんです。だから2倍速3倍速までは左脳型でなんとかこうね A 聞いて B 聞いてC 聞いて A 聞いて B 聞いて、ね、例えば言葉を追っていくわけね、あいうえおって言ったら、あの次にい、いの次にう、うの次にえっていうのが左脳型なわけ。右脳型っていうのはあいうえおで入るわけね。わかります？全然違うでしょ。ね。だから3倍速までは能力で聞けるわけ。記憶力とかそういう努力でね、なんとかなる。でも4倍速からは、要は単語で頭をね入れないと、その何て言うんですかね、聞けないんです。
だから3倍速までは左脳でいけるんですよ。でも4倍速からは左脳じゃ追いつかなくなる。つまり自分の能力の壁を越えないといけないんです。それが左脳型から右脳型に変わる。こういうね、革命的なチェンジが行われるわけです。左脳型の人はそのあ、い、う、え、おでね、覚えていくわけで、あの次にいが入るとね、あが忘れられてしまうわけで、いの次にうが入るといが忘れられていくんです。うの次にえが入るとうが忘れられていくんです。だから講演会で一生懸命話を聞いてもね、最後しか覚えてない。しかもね、覚えてるのは最後の一言だけ。それではこれで終わりたいと、あのね、休みにしたいと思います。この一言しか覚えてない。一体どんな話だったんだろう。それでね、一生懸命ね、全部覚えてる人のところに行ってね、今日どんな話だったっていうことで一生懸命書き取るわけ。こうやって聞いたことを一生懸命書き取った。そしてこれ一生懸命聴聞録を打って形にして出すわけですよね。だからね、全部聞き取れる人はね、天才だと思ってたんです。なんで全部聞き取れるんだろう、私はなんで最後しか覚えてないんだろう、こういうふうに思ったんですけど、実はこれはね、脳の違いだったんですよ。全部聞き取れる人は右脳型なんですね。で、右脳型の人はね、やっぱり聞き取れちゃうんです。しかもね、左脳型の人はね、一言も聞き漏らす前なんて聞くんですね。一言も聞き漏らす前と思って聞くとね、左脳型になって全部忘れられちゃうわけです。全然ね、大脳生理学分かってないと。ね、右脳型ってね、聞き流していくから全部覚えられるんです。ね、だから真剣に聞こうとすればするほど忘れていくわけ。ね、だからリラックスしてね、聞き流す程度に聞いていけば全部覚えられるんです。ところがその講演会で聞くときにね、そんなリラックスしてね、聞き流す程度、こんなことできないわね、後から帳簿書かなきゃいけないわ、記憶しとかなきゃいけないわっていうことでね、真剣に聞こうとしたから見事に忘れ去られていた。こういうことです。ね、ポイントがある。ポイントはですね、やっぱり3倍速から4倍速に上がるときですね、リラックスする。なるべくリラックスして聞く。そして、一言ね、聞き取ろうという感じじゃなくてね、聞き流そうっていう感じで聞いていく。聞き流そうというとね、左脳型の人は全部聞かなくなっちゃうんですけど、そうじゃなくて、聞き流していこうとするってことですね。それで聞き流していくことによって、全部頭に入るようになっていくんですね。あとはまあコツをつかんでください。要は3倍速から4倍速にチェンジした時に脳がガラッとね、切り替わります。切り替わるとどうなるかっていうと、視力がね、クッと上がるんです。そう、目が良くなる。左脳型の人から右脳型になると目が良くなるんですよ。だから速調して3倍速から4倍速になると目が良くなるんですよ。ものがよく見えるようになるんです。え、嘘っていうんだよ。私実際にやりましたので、ものがよく見えるようになる。ぷわーっと目の前が明るくなるんです。はい、そんなバカなと思うでしょ。いや、そんなバカ、よっぽど佐野だったんです。いや、よっぽど佐野型です。そうじゃなくて、KY っていうね、代表的にはならないわけです。よっぽど佐野型だった私がですね、右脳型に変えるための、すごいね、このスイッチだったわけ。佐野で生きてきた分、右脳に変わった時にはね、ものすごい楽になるんですね。で、右脳に変わるとね、何が違うか。まあ、いろいろね、能力がつきます。まず、疲れにくくなる。なんで右脳型になると疲れにくくなるのかっていうと、頭っていうのは、ね、片方だけ使ってると異常に疲れるんです。平均的に両側を使えば頭ってあんまり疲れないんです。だから疲れやすいっていう人はね、片方しか使ってないんですよ。
それがね、どこに現れるかというと目の疲れに出てくる。目が疲れやすいっていう人はね、左脳型なんです。そういう人が右脳型に変われば目はね、疲れにくくなる。また疲れが溜まりにくくなる。つまりもっと頑張れるようになるってことですね。これもね、すごいなと思ったんですよ。私もこれなんでね、分かったかって言うとね、視力の本を読んでね、目が悪い、目が悪いってことで、どうしたら視力が上がれるかっていうことで本を読んだらね、目が悪いのはその脳がね、偏って使ってるから、ね、こういうふうに書いてあった。でもう目が異常に疲れやすいと。目の疲れというのは頭の疲れの表れなんですね。だから目が疲れてる人ってのは頭が疲れてるんです。だけど頭はね、その疲れを感じる、そういう痛みを感じる神経がないから、だから痛みを感じないわけ、疲れを感じないわけ。だけどその疲れがどこに現れるかっていうと、この目に現れるんです。だから目が疲れるっていうのはね、頭が疲れてるんです。だから頭が疲れている人ほど目が疲れるんです。で、その目が疲れるのはどうしてかっていうと、その要は片方しか使ってないから、ね、逆に言うと片方しか使ってない人はね、一生懸命集中すればするほど片方ばかりを使ってオーバーヒートしやすくなってるんです。つまり左脳型の人はね、常に左側だけを使ってるので、もうちょっと集中するとすぐオーバーヒートするようにできてるんです。そんな状態でね、講演会で話聞いてみ、ちょっと集中したらね、すぐ眠くなるんです。当たり前なんですよ。必ず眠くなるようにできてるんです。なぜかというと、眠くなる一歩手前の状態で生活してるからなんですね。もうすでにそれだけ偏っていると、ね、なんかその摩訶不思議な力でね、文法心さえあればね、真剣に弾けるようになると、そういうわけではあります。聞けないんです。佐野型の人はどんなに頑張っても聞けないんです。それでね、結構ね、佐野型の人でね、もう聞く聴聞の度ごとに寝てしまうって人がいる、ね、でもすごい落ち込んでるんです。当たり前です、佐野型の人。それを右脳型に変えればもう非常に疲れにくくなるんです。だから右脳型の人はね、全然ね、講演会で話を聞いても疲れないわけですよ。で、全部覚えてるわけ、意気揚々と話ができるわけ、かっこいいわけね。でも左脳型の人はね、もうすっかり全部忘れてるわけ。そうそうね、高いね、旅行費まで払って、ね、交通費まで払って聞きに行ってるのに何にも覚えていないということでね、ショックを受けて帰っていくわけです。で、今の現代教育っていうのは左脳型になるようにできてるんですね。これ左脳型になるような教育を受けてるんです。だから頭のいい人ほど左脳型になるんです。必ず、はい、だから学校でね、頑張れば頑張るほど左脳型に寄っていくんです。ねえ、左脳型の人が右脳型になるっていうのはね、本来ならばね、ほとんど不可能です。小さい時にね、まあ、小学校のね、2年生からね、中学校のね、3年生ぐらいまでにやっといけばね、右脳型に変えれるんだけど、ところがね、これをやってこなかった人はね、大人になってから変えることはね、まあ、ほとんど不可能です。だけど、それが可能になる方法がある。それが特徴なんですね。この側聴をやればですよ、左脳型の人が右脳型に変わる。その一つの目安が4倍速が聞き取れるようになるかどうかと。ね、そういうことで、ぜひですね、側聴、やってみられたらですね、やっぱり仏教の理解もぐっとね、早くなりますので。
いいんじゃないかなとこういうふうに思います。よろしかったでしょうか。はい、じゃあちょっと休憩します。